こんばんは。声聞こえますか？ありがとうございます。聞こえるそうです。いや、ほら、名物ですから、名物ですから、大事なんで。モノマネが流行ってるから。そうですよ。そう、ありがとうございます。いや、まあね、大事なことなんで。はいはい、声出しはもう一回、もう一回やろうかこんばんは。大丈夫そうですかね。いいんじゃないですかね。はい、じゃあ早速こうパッと始めちゃったんですけど、ララポート店です。はい、はい、今日新しく入ったミーアキャットの子と、あとファーファームの子たちが入ったので、その子たちのご紹介をまずさせていただければなと思います。はい、とんこつこむたん見てますって来たよ。ありがとうございます嬉しい、嬉しいな、やっぱ見てくれるのは。よいしょ、ピッピッ、いく？そうね、ずっと今日飛んでるんだよね。よいしょよいしょ。はい、アーマガミさんです。お顔見えますか？いい感じですか？うん、大丈夫。はい、この子なんですけど、お誕生日2024年の1月中旬、お日にちはお客様にちょっと決めていただければと思うんですけど、男の子です。はい、はい、結構今日来てるので何とも言えないんですけど、すごく活発な、テンション高めな男の子っていうイメージがあります。なでなで好きだよね。なでなで好きです。やっぱミーアキャットさんみんなそうなんですけど、うん、こうイコイコされたりとかするのすごく好きなイメージかなっていうのはあります。うん、泣いてるって、泣いてます、いっぱい泣いてます。いつぶりだろうね。寒かったから冬は入れてなかったから、そうです、ね、数ヶ月ぶりにララポートに、ね、うん、はい、入荷しました。秋口とかですかね。秋口冬ぐらいだね。うん、そうだね。の久しぶりのミヤキャットさんです。はい、はい、うん、お話上手だね。はい、はい、今日の午前中に入りました。はい、はい、いつもの場所にいます。はい、入り口すぐのところです。一応こうシートかぶせたあって、こう手とか入れないようにっていうのも一応やっとるので、そこはもしなんか触りたいな、見たいなって方いたら、スタッフにぜひ声かけていただければと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ多分皆さんが待ってるのはここからですかね。そうですね、はい、なんとか間に合いましたね。よかったです。今日一番心配な部分だったので。そうなんですね、今日もうちょっと早く到着予定だったんですけど、はい、ちょっとバタバタいろいろしまして、何時だろうね、5時6時ぐらいに、はい、はい、無事ララポート店に入ってきました。はい、はい、ファーファームさんの紹介です。はい、どっちからいきますか？やっぱロング、ロングからいっちゃうの。はい、はい、ララポート店10匹今回入ってます。ショート4匹、セミロング4匹、ロング2匹です。ちょっと2匹まとめていっちゃいますね。いっちゃいます。はい、はい、最初からロングいくんだね。2匹はショートからだと思ったんだけど、いや、ちょっと見てほしすぎて。まあまあまあ、まあ、はい、アルビノの男の子と、はい、ブラウンの女の子です。はい、はい、お顔見えますかね。あ、見え、ピンクめっちゃ合ってる。あ、よかった。はい、アルビノの男の子久しぶりかな。そうですね、うん、うん、はい、ね、ちょっと一人ずつせっかくなんでお顔を見せたいなと思います。はい、よいしょ。で、お誕生日が違います。はい、はい、この2匹アルビノの子は2024年の1月2日です。はい、鼻毛あります。はい、アルビノかわいい、ふわふわしてる、すごいです、かわいい、触り心地めちゃくちゃ気持ちいい。はい、毛質もしっかりロングらしいロングですね。はい、で、あのお鼻の特徴も鼻毛ありの豚っ鼻になってる子です。はい、で、まあ白ですね、やっぱアルビノで白いんですけど、はい、白い中でもしっかり白いかなっていう、はい、あ、色見えますね。あ、よかった。はい、子になってますです。はい、じゃあ次はブラウンの女の子をご紹介してます。はい、ごめん寝たいのにご紹介してもいい？よいしょ。この子が2023年の12月19日生まれの女の子です。はい、
3ヶ月弱ですね、はいはい、なので体もアルビノの子に比べるとちょっとムチッとしてて、うん、女の子ですけどね、はい、うん、で女の子にしては体格まるっとしてるかなっていう、そうですね、持ってる感じもすごいがっしりしてる感じなので、ね、パッと見で言うと男の子かなって錯覚するような体格です、うん、はい、はい、お花、この子も鼻毛はあるんですけど、ね、端っこにちょこっとついてるかなぐらいですね、見えるかな、はい、見えますね、あ、よかったです、はい、かわいい、で毛もはいふわっと、はい、この子もいい感じですね、そうですね、はい、うん、毛の長さがはいはい、わかるかな、はい、はい、今回ロングこのお二人ですね、はい、アルビノの男の子とブラウンの女の子、はい、入社してます。セミロングもですね、4匹今回仲間入りしてるんですけど、2匹ずつ誕生日が違います。ちょっとじゃあ同じ誕生日同士で、はい、いっちゃいます。まず1月9日生まれの2匹をご紹介しますね、はい、とセーブルのよいしょ男の子とシルバーの女の子です。かわいい、かわいい、かわいい、はい、1月9日生まれです。はい、こんな感じです、はい、まだね毛がそこまで際立ったセミロングに見えないかななんですけど、やはりねちょっとこう長い感じ分かりますかね、はい、はい、今日もお風呂を来た時入れてたんですけど、結構ふわふわな感じが、はい、あるなって思いました。これからもう少し伸びていくかなっていう感じですね、はい、あ、かわいい、いいです、いいです、ありがとうございます、はい、のお二人ですね、はい、でもう二人の子たちが1月12日、はい、3日誕生日があとですねバターとシャンパンの共に女の子、はい、色変わり組が1月12日生まれです。よいしょ、はい、こっちの子がバターの子、バタースコッチの子ですね、はい、でこっちの子がシャンパンの子です、はい、2人とも女の子でべっぴんさんなお顔してます。お顔見して、見してくんないの、どうでしょう、はい、大丈夫です、はい、でお色もちょっとよいしょ、こんな感じで、ね、うん、結構淡い感じな、光当たると毛がキラキラしてるような、そうだね、お色してますね、うん、そんな感じです、はい、はい、ありがとうございます。よいしょ、で最後がショート、パフォームのショートの子たちですね、うん、バターにしては色が、そうですね、ちょっと色薄めの感じですね、みんな寝てますね、おはようございます、おはようございます、ごめんなさいね、よいしょ、でショート、ショートの子たちはみんなお誕生日同じで1月の12日です。よいしょ、でこっちの子が女の子、はい、でこっちの子が男の子です、はい、はい、ちょっと今回のこのショートの子なんですけど、うん、尻尾がちょっと短めなんですよ。そうだね、ボブテールっていうほどでもないけど、うん、ちょっとこのなん、わかりますかね、ちょっと短めな、そうですね、見比べるとわかるかもしれないんですけどね、ちょっと短いぐらいな、はい、ちょっとこれが今回いいなって思ってます、うん、であとがシルバーの男の子とバターの男の子です、はい、よいしょ、よいしょ、こっちがシルバーの男の子で、こっちがバターの男の子です、うん、あ、寝てるよ、寝てますか、おはよう、ごめんね眠いのに、よいしょ、寝てる、眠いね、ありがとうね、出てきてくれて、ってか出しちゃったね、ごめんね、はい、はい、OK です、はい、が今回入ったファーファームの子たちですね、うん、よいしょ、コメントが、はい、あ、みんなモフモフしてる、短い尻尾、コロコロ眠そう、かわいい、ありがとうございます、宮城からお迎え行ったものです、あ、覚えてらっしゃいますよ、嬉しい、はい、ありがとうございます、そう、インスタライブ見てね、はい、ご来店いただいて、はい、ありがとうございます、覚えてます、今日も見てくださって本当ありがとうございます、はい、で今回みんな合わせて10匹ですね、そうですね、はい、ちょっと駆け足になりましたけど、見たい子います、なんかちょっと1匹1匹時間取るというよりかは、うんうん、1回わーっとご紹介してそこからお声がある子をピックアップしようかなと思うんですけど、ありますか、今日いっぱい見てくれてる、嬉しい、うん、楽しそうに遊んでます、あ、いい子ちゃんとおトイレしてますね、はい、セミロングの部屋、
アルビノちゃんって聞きます。はい、アルビノちゃん。ロングの子ですね。ごめん、遊んでるところ。揉めてる。ロングのアルビノが見たい。ねえ、もう起きたらこんなです。テンション高い、テンション高い。いなくなっちゃったね、アルビノさんね。ね、はい。はい、アルビノさんも一回行きます。よいしょ、よいしょ。ロングのアルビノさんです。男の子です。1月2日生まれ。はい。はい。今回アルビノのロング実は3匹、はい、男の子いまして、フェレットワールド組で1匹ずつ、はい、はい、振り分けております。なので中野店に1匹、みなとみらい店1匹、ララポートで1匹っていうような、はい、感じです。はい、はい、かわいい、かわいいね、いいお顔してるね。はい、今暴れてる子も見たいです。相方さんですね。相方さんです、はい、呼ばれてるよ。楽しい、楽しい。マーシャルフェレットはいますかということなんですが、マーシャルフェレットさん入ってきております。はいはい、はい、さっきあのわちゃわちゃしてた子ですね。はい、ブラウンの子です、はい、ブラウンの女の子、この子女の子です、はい、体格いいんですけどね、女の子なんです。はい、でお誕生日がさっきのアルビノの子と比べると1ヶ月早い子になりまして、12月19日生まれですね。はい、はーい、はーいです。はい、はい、遊びたいね、うん、驚かじゃ、はい、楽しいね、よかったね、よいしょ。あとはなんか見たいって言ってる子いますか？今のところ大丈夫かな、うん、マーシャルの子が見たいですっていうことがあるんですけど、一応今回ファーファームの子の紹介でやってるので、後でじゃあちょこっとだけ、はい、うん、ケージのところ移して、こんな子入荷した子いますよっていうのを見せしましょうか。はい、はい、尻尾が短い子見たいです。ありがとうございます。皆さん激しい女子好き、元気な女の子いいね。いやー、ブラウンさん褒められてますよ。よいしょ、あなたのことですよ。あ、ご飯食べたいね。じゃあ一人だけにしようか。ご飯食べといて。ちょっとご飯食べてるから今じゃないよって言われました。よいしょ、じゃあこっちの子で。はい、男の子ですね。ショートのセーブルの男の子。はい、はい、尻尾短めです。うん、短いし細いよね、うん、シュッとしてる感じ、シュッとした感じだね、うんうん、かわいい。真っ黒でしかもいい色してるんですよ。そうだね、なんか尻尾からね、墨汁塗ったかだよね。輝きがすごいです。そう、遠目から見ると余計にわかりますね、はい、お腹もポンポコです。はい、ムチムチさんです。かわいい、みんないっぱいハートをしてくれてる。ありがとうございます、うん、ちょっとスタッフとも話してたんですけど、うん、シルバニアファミリーっぽいよねっていう話をしてたぐらい、ちょっとポテッとしてて可愛いお腹してます。シルバニアファミリーフェレット、はい、うわー、それ欲しいですね。はい、はい、よいしょ、ありがとうね。はい、こんな感じですかね、ですね、はい、はい、またもうお写真もこれ今日作りました。アルビノの男の子、ブラウンの女の子で、セミロングがセーブルの男の子、シルバーの女の子、バターの女の子、シャンパンの女の子、はい、でショートもセーブル男の子、女の子、シルバー、バター、はい、です。はい、はい、マーシャルさん、マーシャルさんはここだ、ここだ。マーシャルさん3月6日に、はいはい、入荷してます。お出ししちゃっていいですか？そうだね、はい、ちょっとこんな子がいるよっていうぐらいで。そうだね、お願いします。3月6日に入ってきてますんで、約1週間前に入った子です。よいしょ、ごめん。この子たちは、ね、12月2日生まれですね、はい、はい、ちょっと2匹ずつで、よいしょ、はい、シルバーの子とセーブルの子。そうですね、はい、こっちがシルバーの子、セーブルの子です、はい、はい、やっぱ体格が男の子なんで、結構こう見ると体格が違うかなと思います。そうですね、はい、同じ誕生日と思えないね。そうです。あとこっちにね、バターの子とシルバーミットの子ですね。ほら、ショット、はい、よいしょ、はい、はい、バターの子とシルバーミットの子です。はい、シルバーミット、薄めのシルバーミットの子ですね、はい、背中も、はい、マークドに近いような入り方なんですけど、うん、うん、じゃね、頭のところにもこう模様が入っているんで、シルバーミットとして、はい、お出しさせていただいております、はい、ですね、
あと右上も、はい、あの3匹だけご紹介しとこうか。そうですね、はい、あと右上にも、はい、いるんですけど、ちょっと1匹もう5倍役決まってる子がいるので3匹、はい、はい、あ、バターの子タイプありがとうございます。バターの子、この子です。はい、よいしょ、ちょっとまとめて、はい、同じ誕生日の子ですね、はい、12月2日生まれ、さっきの子たちと同じ誕生日の子たちです。こちらからセーブルの男の子、バタースコッチの男の子、シャンパンの女の子ですね、はい、以上3匹です。はい、はい、脱力がすごいね。よいしょ、なんかね、ファーファームを紹介した後にマーシャル紹介するとくったくただよね。ですね、手元がやっぱ違うっていう。そう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 、わちゃわちゃあんましないからね。よいしょ、いいよ、はい、じゃあ以上が、戻りますが、今日お店に入ってきたファーファームの子10匹ご紹介させていただきました。はい、まだこの後ちょっとご紹介することがありますので、はい、またフェレットちゃん見たいっていうお声があったら最後の方にちょっと出そうかなと思います。はい、わちゃわちゃ系でした。はい、はい、じゃあ、次はサークル、サークル行こうか、はい、ね、以前から、フェレットワールドとして、まあ、会社としてサークルを作っているとお話をしましたが、もうそちらが商品化されました。でララポート店も以前ここにはあの木でできたメディカル60があったんですが、フェレットサークルに、はいはい、もう入れ替えました。はい、はい、こんな感じでご準備しております。サイズ感も元あった木のサークルと同じような大きさで組んでるので、ちょっと広めになってる状態です、はい、で本来正規品は6面になりますので、岡崎さんがそこにいるとここだね、はい、ここでバッツリ切れる、ここ、はいはい、本来このサイズですね、はい、手が足らない足らない、はい、ここで切れてる6面でワンセットになっております。はい、はい、でまだ在庫も、はい、お店の方であと1台かな、はい、はい、あります。でまた近々入荷はするかと思うんですけど、はい、お買い求めご希望の方いらっしゃいましたら、はい、はい、店舗にご連絡いただければと思います。はい、はい、ちょっとね、そう、高さがね、10センチ実は高くなってるんですよ。なんていうと太もものちょっと上ぐらいというか、うん、なのでフェレットちゃんも飛び越えにくいかなと、うん、でルーフも、はい、今作成中という形で、はい、数ヶ月以内には入ってくるかなと思います。はい、はい、夏ぐらいですかね。そうだね、夏ぐらいかな、はい、うん、はい、あ、でつなげて大きくできます。はい、連結がね、はい、こういうので連結をします。はい、で実はまだ今6面1セットで販売をしてるんですけど、これゆくゆくの話なんで、ちょっといつになるかお約束はできないんですが、バラ売りもする予定です。はい、なのでこういう形で大きくしたいとか、あと2面だけ増やしたいという方は、そういうパーツだけでのご購入がゆくゆくできるようになると思います。こんな感じですかね。あ、そうですね、はい、これが正規の6面ですなんですけど、あとじゃあ2面増やせばさらに60センチずつ伸ばせるっていうような感じですね。はい、で今はあくまで6面1セットで、はい、販売させていただいております。はい、で各店舗今おのおの店内使用用が入荷してるはずですんで、はい、現物見たいなっていう方は店舗お近くのところ行っていただければ、はいはい、ご覧になれるかと思いますんで、はいはい、まずちょっとお悩みだったらお問い合わせいただければと思います。はい、はい、あ、今ねコメントで、はい、マウンテンビューの子いますかっていうのもあったんだけど、 NC の子いますかっていうコメントありまして、 ありがとうございます。 NC の子、そうだね、はい、ちょっとご紹介したい子は逆に僕らもいました。NC フェレットなんですけど、ララポート店は基本的に熱帯クラブ東川口店ですね、よくインスタライブ松村さんがやってるところになるんですけど、そこで生まれた子をララポート店に移動してきてるような形になります。はい、で今あと1匹いまして、はい、
この子は去年の秋ぐらいに、はいはい、ララポート店に移動してきた子なんですけど、セーブルの女の子です。はい、はい、でお誕生日が3月の12日ですね、はい、2023年3月12日なんですよ。はい、なのであのツイッターだね、うん、X、はい、ご覧になっていただいた方もしかしたら見たかもしれないんですけど、1歳のお誕生日おめでとうで、はい、はい、ちょっとお祝いを、はい、させていただきました。はい、今この子がねお店で1歳を、はい、一番今最年長になっちゃったんですけど、はい、はい、NC ファーム気になるなっていう方ですとか、逆にお家の子と年齢近い子を探してるなっていう方いらっしゃいましたら、もしよかったらね、はい、この子に会いに来ていただければと思います。はい、はい、ワクチンも終わってるんで、はい、はい、顔合わせもできます。おめでとうってコメントいただきました。 ありがとうって、はい、ありがとうってちゃんとお返事してますね。1歳になったよって、お姉さんだよって、お姉さんだよ。そうなんですよ、すごい可愛い子でね、うんうん、なんか噛み癖がすごくてダメとかではなくてね、うん、はい、ちょっとねなかなか皆さんにまだ見つけてもらえなくて、うん、はい、ぜひぜひこの子にも会いに来てください。はい、お願いします、お願いします。はい、おめでとうって来てる、嬉しいですね。いいね、そういうのもね、うん、はい、ありがとうね。はい、でさっきあのお店のこの数数えましたら53匹かな、うん、はい、実はですねここからわーっと、あ、どこの店舗ですか、ここララポートです。はい、千葉のララポート東京ベイのフェレットワールドになります。はい、ここ今全部フェレットちゃんが、あと実はこっち側にもケージあるんですけど、はい、はい、満帆です。はい、嬉しいです。はい、久々にいっぱいフェレットちゃんいますんで、はい、よかったらご覧になってください。はい、じゃあバトンタッチしましょう。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。はい、じゃあここからちょっと整体終わったんで岩波が、はい、引き継ぎます。お願いします。お願いします。ここも久しぶりです。久しぶりですね。はい、はあ、まず何からいくかな。25周年いきましょう。はい、でですね、ちょっとここからフェレットちゃんじゃなくてすいません、イベントごとの紹介なんですけど、こちらガチャガチャコーナーです。はい、はい、ララポート店2回完売しましたが、ボリューム2のこのアクリルスタンドガチャ、はい、はい、先月2月の上旬に、完売したんですけど、うん、中野店にまだ多少あったということで、実は少量なんですけど、はい、はい、ララポート店に再入荷、再ですね、はい、しております、はいはい、で数が15個ないぐらいなんで、量としてはこのくらいにはなるんですが、うん、はい、あの今度こそこれがなくなるともうない、はい、廃盤っていう形になりますね。で中身がこういうアクリル、はいはい、スタンドキーホルダーになってます。はい、でもともとボリューム1から5種類ずつあったんですけど、全部並べるとあちらレジのところに、はいはい、並べてるんですが、10種類、ここがもうちょっとボリューム1なんでもう手に入らないところなんですけど、はい、ボリューム2ここからかな、はい、はい、このサックスのところからこの5種類がボリューム2のものになります。はい、はい、で先ほどっていうんですかね、入荷した時に見たら、ワンセットはコンプリートできるかなと思います。うん、確か13個あって5種類がワンセット分あるんだよね。ああ、なるほどなるほど、はい、で残りはちょっと全部揃わないような感じにはなっちゃうんですけど、うん、はい、一応在庫ありますんで、はい、お願いいたします。はい、だからね、ある時はなかなかお客様もまだあるんだって言ってたんですけど、うん、いざ1ヶ月ないとなると、はい、ありますかっていうお問い合わせもありましたんで、はい、はい、ちょっともう今度こそ手に入るのはこのタイミングになります。はい、はい、個人的な予想だと土日にはなくなるかなっていう感じです。はい、はい、もしよかったらぜひご利用いただければと思います。はい、はい、大丈夫、大丈夫、ガチャガチャだけ、はい、はい、ありがとうございます。でちょっと僕はイベント関係の、はい、お話しさせていただくんですが、はい、もう一つ目が撮影会ですね。ここです。映る？映ります。大丈夫？はい、はい、以前みなとみらい店でインスタライブあった時も同様な告知があったかと思うんですけど、去年から初の試み、去年が初めてだったんですけど、背景が黒色の撮影会を行いました。でもう十数年ずっと秋に
真っ白、後ろが白色の撮影会は行ってたんですが、その黒色も締まってかっこいいよねっていうことで、昨年の春から、まあ、年1回周期で行うようにしております。で、今年の、日時が決まりまして、4月の27日がララポート展になります。はい。で、ですね、1頭1匹が1万2800円になるんですが、まあ、このご金額で A3 サイズのポスターと写真も、こういう風にポスターにするのはもちろん1枚になるんですけど、まあ何十枚もカメラマンさんが撮っていただけると思うんですけど、その撮影の CD ロムもこの金額についてます。でよくあるのが、撮影はいくらで、データが1枚いくらで欲しいもの買いますなんですけど、もうこれはこの金額にデータもポスターも含まれているものになります。はい。で、多頭買いの方に関しては、この12,800円に5,500円プラスになるんですが、多頭買いで、最大3頭まで、はい、撮影していただけるような形になります。ですので、もし2匹買われている方ですと18,300円かなで、多頭買い2匹一緒に撮ることができる。で、3匹だとさらに、11,000円プラスなんで、23,800円かな。はい。で、3匹一緒に撮ることができるような形です。はい。で、まだね、募集かけたばかりなので、あと20枠ぐらいかな。はい。予約が受けたまわれる状態になりますので、はい。まあ、あと1ヶ月はありますが、はい。もし、やりたいなっていう方いらっしゃいましたら、お電話で構いませんので、ご連絡をお願いいたします。はい。で、前回のライブ見てない方もいらっしゃるかと思うので、みなとみらい店、神奈川の店舗が4月14日、日曜日。で、今日配信させていただいているうちですね、ララポートが4月27日、あとは毎週金曜日に熱帯クラブさんが、はい、インスタライブやってるのをご覧になっている方もいるかと思うんですが、4月28日に熱帯クラブで撮影会を行います。はい。もしよろしければ、はい、行かれる店舗にご連絡をお願いいたします。はい。ともう一つ行きましょう。はい。今度この下なんですが、はい、こちらは今ご予約がおかげさまで大盛況なんですが、ワンちゃん、当店フェレットワールドなんですけど、犬心も一緒にやってますんで、ワンちゃんとフェレットちゃんの防災イベントを開催します。はい。まあ、最近ねちょっと地震とか千葉多いからね。はい、はい。ただ座学で30分1時間お話を聞くというのもちょっとやっぱ皆さんねちょっと辛いかなと思いましたんで、あくまで今回防災イベントなんですけど、一緒にワークショップ、ものを作りましょうっていうのをテーマにしまして、じゃあ何作るかと言いますと、こっちの方がわかるかな。はい。紐で、もしその地震とかで逃げた際にリードとかハーネスがないっていう時に、お手持ちの最悪靴紐とかでもいいかもしれないです、臨時でハーネスを作るっていう、その作り方をレクチャーするというイベントをさせていただきます。はい。で、参加費は特にいただかないです。はい。今回ご興味ある方は皆さん対象にさせていただきます。ただ1点、参加のご条件がありまして、フェレットちゃんと一緒にご参加をしていただきたいと思います。はい。で、なんでフェレットちゃんと一緒なのっていうと、作ったそのハーネスを合わせてみないとサイズがブカブカとかそういった可能性もありますので、基本的にはフェレットちゃんと一緒にご参加をいただきたいと思います。はい。で、こちらのイベントは3月24日、あと2週間弱ですね。はい、はい、に行わせていただきます。で、だいたい所要時間が45分ぐらいかなっていう、はい、イベントになりまして、時間ごとにちょっとフェレットちゃんの枠とか犬ごこ、ワンちゃんの枠などでちょっと分けさせていただいております。で、12時がフェレットちゃん、1時ワンちゃん、2時フェレット、4時ワンちゃん、5時6時フェレットというような形です。はい。で、フェレットちゃんの方はあと5名ですね。ちょっと人数で今回予約を取らせていただくんですが、はい、フェレットちゃんがあと5枠5名分空いております。はい。で、ワンちゃんの方はあと8枠はい空いておりますので、こちらももしご参加したいという方いらっしゃいましたら、お電話で構いませんので、はい、ご連絡をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、いっぱい喋った。はい、はい、ちょっと真面目モードでした。はい、なんかありますかね。そうですね、
まあ本当に実際ちょっと作らせてもらった感じがここのお写真にはなるんですけど、うん、意外にしっかりしてる感じがあったので即席にちょっと心配だなって方でもすごくいいものだなと思いました。なんでぜひこの機会に参加していただければと思います。そうですね、はい、このイベントは岡崎さんにちょっと仕切らせていただいて、はいはい、メインにやってもらってますので、はいはい、なんか聞きたいことあったら、はい、まあ、僕もないし岡崎さんに聞いていただければと思います、はい、お願いします。あとそうだ、あちらもご紹介しておきましょうか。そうですね、はい、今イベント盛りだくさんな感じなんで、はい、ツールかな、よいしょ、大丈夫、はい、はい、こちらはですね、ペレットワールドみなとみらい店、あとは熱帯クラブ東川口店で、先月から2月のイベントとして行ってたものになるんですが、僕らの会社で作らせていただいているこのパーフェクトシリーズですね、ローションとクリーム、はい、がございます。でこの商品がですね、まあ、ローションでいうとお風呂の仕上がりにうちの店だと使ってたりするよね、はい、うん、でクリームに関しても、まあ、今乾燥してるシーズンですとか、うん、まあ、肉球のケアとか、はい、まあ、使えるものになりまして、実はこれペットショップにあるからペット用と思われがちなんですけど、実は人間も一緒に使える、はい、人間も使えてフェレットちゃんも使える、はい、はい、でも僕らがやっぱいいよって言っても、はい、体験していただかないと分かりづらいと思いますんで、うん、実はララポート店も3月の頭上旬ですねからちょっとイベントをやってます、はい、はい、で、これはみなとみらい熱帯クラブ同様なんですけど、サンプルを実際にお客様でもいいですし、はい、フェレットちゃんに使っていただいて、その使っていただいた感想をコメントいただいております、はいはい、ここにちょっとねパッと遠目からでいいと思うんですけど、はい、書いていただいているのが実際にお客様が使ってどうだったかっていうお声をいただいております、はいはい、で、まあ、お声を僕らもやっぱりいただけるのはすごい嬉しいものなので、うん、お声をいただいたお返しとしてちょっとビビったるものになるんですが、こちらの商品実際に購入するときに100円引き使えるチケットをプレゼントさせていただいております、はい、でね、こちらはね、あのうちの店知ってる方はわかるかと思うんですけど、あの野村っていう子と南雲っていう子ですね、はいはい、その子2人がここのコーナーを一から作って、はいはい、お写真もこだわったみたいで、ね、はい、すごく可愛いんですね、はい、そうなんです、ちょっとね初めてのイベントを任せて、はい、やってるものになりますので、はい、あのぜひね、あの体験していただいて、あのいいなと思ったらご購入していただきたいんですけど、はい、このキャンペーン参加してみたいなとか一回使ってみたいなっていう方いらっしゃいましたら、あのお店の方に足を運んでいただければと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。一応今月末、はい、3月31日まで、はい、こちらのキャンペーンはやらせていただこうと思いますので、はい、ご参加お願いいたします。お願いします。はい、はい、はい、ありますか。あとさっきのガチャガチャなんですけど、うん、その下のスタンプも見せたいってことだったね、一緒に。ぜひぜひ。はい、こんな感じです。見えますかね。フェレットスケジュールスタンプで全部で5種類ですね。そうですね、こちらは復刻って感じですかね。そうですね、旧店舗ですね。ここのお店に移転する前に過去扱ってたかなと思います、はい、あ、給料日だった。給料だ。はい、とか病院とか、ちょっと今時代的にはずれちゃったかもしれないですけど、あのスケジュール帳、手帳とかに押せるような感じで、はい、はい、ご用意しました。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。あとは旅行とお休みですね。旅行とお休み、はい、ありました。ちょっとコロコロ、待って待って、あ、来た、お休み、はい、と旅行、はい、全5種類、はい、はい、あります。ぜひやってください。はい、ぜひぜひお願いします。こっちはまだいっぱいありますもんね。そうですね、はい、はい、そう、この前までここにあのウッドクリップがあったのかな、はい、でそこがなくなったのでこちらを補充させていただいております。ちょっと緊張ほぐれてきましたですね、徐々に喋り始めた、はい、はい、大丈夫、大丈夫そうですかね、はい、ちょっとまた最後にフェレットの方は、うん、最後ご紹介する、はい、はい、わかりました。では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 、はい、じゃあ、はい、もう一個、はいはい、イベント絶賛開催中でして、はい、ここを映してもらおうかな、
はい、はい、もういろんなフィレットワールド熱帯クラブのライブ見ていただくと、はい、もう何度もやってるかと思うんですけど、はい、アニマルスロット、はいはい、ございます、はいはい、で、一応今日初めてご覧になったかなっていう方もいらっしゃると思うので、はい、簡単なご説明すると、ですね、そこを映していただくと分かると思うんですが、台紙これです、はい、こちら、お会計3850円税込み、はい、で1枚この台紙がもらえます、はい、でこの台紙ともらえるのがちょっと数があるのでここに置かせていただくんですが、10種類の動物のシールがあります、はい、ちょっと一部使っちゃってるんで、はいはい、抜けがあるかもしれないんですが、フェレット、ヘビ、チンチラ、フクロウ、フクロモモンガ、ハリネズミ、ヒョウモントガゲモドキ、ワンちゃん、プードルですね、ミーアキャット、ネコちゃん、はい、でこの台紙と好きな動物のシールを4枚お客様がお選びいただけます。でこのシールを好きなところに貼っていただいて、はい、3月の、19日火曜日、はい、夜8時にこのインスタライブ、はい、インスタグラムで、抽選会場から生配信します、はい、で1番ここの1番抽選します、はい、この絵柄です、はい、この絵柄ですっていうので4つドンピシャだと夢の国ペアチケット、はい、でここに貼っていただいたシール、動物の絵柄が、はい、いやこことここ順番に逆だったよとか、うん、っていうのが、まあ、ニアピンとさせていただいておりまして、はい、そうするとポイント、うちのお店のポイントが1000円分もらえるというイベントを、はい、2月のスタートしたのが16日、はい、2月16日から行っております。でついに3月17日次の日曜日でこのキャンペーンが終了になって19日に抽選会を行うという流れです、はい、でですね、僕も実はあの熱帯クラブですね、あの松村さんが毎週金曜日にあのインスタライブやってるんですけど、配信ちょこちょこと覗いてまして、はい、お客様がすごい盛り上がってた、はい、このイベントのがありまして、はい、スタッフが予想をするというイベントをやっておりました、はいはい、しかも手書きで、はい、ですので、はい、ちょっと昨日スタッフに、はい、ちょっとなんか熱帯クラブがそれやってて盛り上がってたんだよね、うん、うちもやるって言ったらやるって言ってくれたので、はい、スタッフ4名分の手書きの予想の紙があります、はいはい、だからちょっと今日イラストありっていう風な形でやらせていただきました、はいはい、誰からいきましょう。誰からがいいですかね。岩波さんは一番最後で、大鳥で。じゃあ、なぐめいこっか。はい。はい。じゃん。じゃん。はい。10種類のシールの中で、はい。1,2,3,4 ですね。はい。なぐも予想。はい。はい。1番、フェレット。はい。2番、モモンガ。はい。3番チンチラ、はい、4番ワンちゃん、はい、上手ですね。絵うまいんだね、はい、ちょっと悔しい、ね、悔しいです、はい、っていうような予想でした、はいはい、のむちゃん、はい、野村さん予想1ハリネズミ、はい、2ヘビ、3番フクロウ、はい、4番ネコ、はい、いい感じですね。いい感じ、また違うテイストな感じで可愛らしい感じの絵でいいですよね、うん、なかなかレアじゃないですか。本当に南雲の村の絵、うん、はい、見ることないですねはい、はい、もしご参考に使ってください。で、はい、期待裏切ります。はいそんなそんな、はいはい、岩波、はいはい、僕予想、はい、1これちょっとねうまく描けなかったのよ。1ミーアキャット、はい、2チンチラ、はい、3番フェレット、はい、4番犬、はい、はい、岩波予想です、はいはい、この3つ目がね皆さん大好きな岩波さんが博ですよね。うん、うん、はい書きました、はい、はい、でここで私が最後ですね。最後、はい、みんなが大好き岡崎さん、ありがとうございます。はい、はい、1モモンガ、はい、2フェレット、はい、3番ヘビ、はい、4番ネコ、はい、はい、これが岡崎予想ということで、はい
一番の力作はモモンガです私そうだね、はい、ずっとこのシール押してるんで私。あ、そうだね、はい、好きって言ってたもんね、はいはい、ちょっと僕も抽選会場にこれを持ってって、はい、ちょっとうちのスタッフの結果どうだったかなって、はい、見てみようかなと思います。ぜひ楽しみです、はい、これはあくまでスタッフの予想になりますんで、はいはい、これだから当たるっていうのはちょっとないです、はいはい、私たちも何も知らないです、はい、ノークレームでご参考にしていただければと思います。はい、はい、ちょっと書いてるときこれ楽しかったんですよね私ルンルンしちゃいましたはい、もう一回行こう。はい、スクショタイム、スクショタイム、ここら辺かな。はいはい、のむちゃんがハリネズミ、ヘビ、フクロウ、ネコ。はいはいはい、ナグモ、はい、フェレット、モモンガ、チンチラ、犬。はいはい、僕、はい、ミーアキャット、はい、チンチラ、フェレット、はい、犬。はい、岡崎、はい、モモンガ、フェレット、はい、ヘビ、はい、猫。はい、はい、以上が予想ということで。予想で、はい、はい、後で X に上げときます。うわ、はい、恥ずかしいけどね。はい、そう、これね、みんなフェレット書いてるじゃん。はい、このノムちゃんがね、はい、このフェレットを外すというね、はい、王道外しというところ、はい、はい、これがどう出るか。はい、そうですね。はい、で、繰り返しになりますが、3月19日の夜8時に、実はその日って店長会議があるので、はい、僕含めて各店舗の店長が、本社に行ってます。で、そこの、会議室から8時に、抽選会をやるという形になってます。で、イメージとしては、何ですかね、カプセルを10種類、そのシール10個入ってる、はいはい、カプセルを手入れて1番これ、2番これっていうような感じで抽選をやっていく、はい、仕組みになります。はいはい、で、生配信見れれば見ていただきたいんですけど、見れなかった方はアーカイブ残ります。はい、で、ちょっと私たちが本社にいる関係もありますんで、いつも YouTube などにアップをしてるんですが、YouTube 投稿は、翌日の20日に投稿するような形になると思いますので、はい、そちらご理解をお願いいたします。はい、何かアニマルスロットとかイベント関係ございますかね。あ、大丈夫そうです。はい、はい、ありがとうございます。皆さん絵を褒めてくださってるんです。あ、そうなんですね。はい、僕ほらこっち側だからどういう反応なのかそうですよね、シーンってなってるのか、はい、ああみんなの絵見れたとかになってるのか、うん、ちょっとわからないんで、はい、すごい、まあヒヤヒヤしてました。あ、本当ですか。うん、皆さん褒めてくださって。ああ、よかったです。はい、はい、ぜひ後ほど X にアップしておきます。はい、はい、参考に使ってください。はい、はい、で、一通り今日僕がご案内したい内容は以上かな。はい、はい、パワーファームの紹介、はい、でちょっとコメントがあったんでマーシャルさんの紹介、はい、あとミーアキャットちゃんですね、はい、紹介で、サークルが、メディカル60から、作ったフェレットサークルに変わりました。はい、で、25周年のガチャガチャが13個かな、はい、少量ですけど復刻してます。はいはい、でこれがなくなったら本当に終了なんでお早めに。はい、撮影会、はい、防災のイベント、はい、アニマルスロット、はい、スタッフのイラスト、はいはい、盛りだくさんです。盛りだくさんですね。はいはい、これで一通り終わりになりますが、はい、全てを含めて何かコメントとか、あと生態、はい、フェレットちゃん見たいという声があったんだよね。はい、はい、マウンテンビューの子ってことだったんで、うん、ちょっとそちらをじゃあそこに戻って、はいはい、ちょっとそれを、ご紹介しながら何かコメントあれば拾っていきます。はい、この間入った子がはいここですね。ここはい、はい、3ケージありまして、はい、一緒に頑張っていこうね、みんなね。よいしょ。ここのケージみんな男の子なんで結構ムチリさんなんですよね。よいしょ、うんうんうん、よいしょ。テーブルの子とシルバーの子とシルバーミッドの子ですね。はい、はい、この子たちがお誕生日2023年の11月18日です。うんうんうん、はい、見えますか。はい、見えます。はい、みんなあっち行ったりこっち行ったり忙しいね。いろんなとこ気になるよね。でもハートのリアクションいっぱい押していただいてるんで、 ありがとうございます。はい、11月18日生まれですね。はい、4ヶ月弱
なりますね。よいしょ。よいしょ。と、同じお誕生日ですね。はい。セーブルさん。よいしょ。セーブルの男の子とシルバーの男の子とシルバーミッドの女の子です。はい、はい、こっちの子たちはちょっとシュッとしてる感じですね。そうですね。はい、セーブルさん寝てますね。おはようございます。眠いね。今ぐっすりだったもんね、うん、はい、はい、で最後が上だね、うん、はい、こっちのケージはあとお一人ですね。はい、テーブルの女の子です。よいしょ、よいしょ、はい、はい、テーブルの女の子、女の子、はい、はい、でこの子も同じ日に来てるので11月18日の生まれですね、はい、花黒ちゃん、はい、触り心地気持ちいいんですこの子。わかるね、いい感じの。そう、毛質って本当にその子その子で違うからね、はい、うん、こう見たらさっきの子ちょっと尻尾短いの分かりますね。短いし細いよねあの子はね、うん、うん、こんな感じです。はい、はい、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。できてます。あ、よかったです。はい、よいしょ、こんな感じですかね。そうですね。あとキャリーバッグ少しだけ紹介してもらえますかっていうコメントをいただいております。はい、あ、つぶちゃんまめちゃん見たいです。店長、 ありがとうございます。つぶちゃんまめちゃんね、あの今ホテル部屋に、はい、ちょっとお店の入り口パンパンになっちゃったんでホテル部屋にいます。元気してます。元気してます、はい、であとスケジュールのスタンプガチャ、あ、こちらを集めていらっしゃったというコメントをいただいております。どうなんですかね、正直ちょっと店舗によって在庫状況が異なるのと、あと本社にそのあるもので回しているので、ちょっと今中野店みなとみらい店が何をやってるかっていうのがちょっと僕も把握しきれない状態です。もしちょっとお手数じゃなければあのお問い合わせいただいて、今ガチャガチャ中身なんですかってお聞きいただければと思います。はい、あとこれはアニマルスロットですね。抽選のカプセルの中に同じシールは何個入りますか。抽選のそのなんですかね、カプセル自体は、10種類のシールなのでこれですね、はい、10個です。10個あります。でこのじゃあ1番の抽選やるときにこの10個から1個を引き当てますね。じゃあ仮にこれがフェレットだとします、はい、フェレットでしたってなるんですが、2番目の抽選するときにはこの1番で出たフェレットじゃ戻してまた10種類から引き当てる形なので、基本的に全て10分の1ずつの確率っていう形になります。はい、なのでここにもあるんですけど同じ絵柄が出たりする可能性ももちろんありますので、はい、はい、10分の1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 なんで、はい、ピタリ賞はちょっと1万分の1、はい、はい、ですね、はい、はい、ぜひぜひ、でも1万分の1ですけどね、はい、まあ当たる人は当たるからね。そうですよ ねぜひぜひお願いします。お願いします。はい、あ、フェレットちゃんは生後何ヶ月まで大きくなるんですか。個体その子とかにもよるんですけど、基本的に生後10ヶ月が成長期って言われてますので、だいたい10ヶ月間ぐらい大きくなると思ってください。でそこから大人痩せって言われるんですけど、一時的にシュッと痩せて大人になるというような形です。はい、でキャリーですね。キャリーは、一応ですねララポート店としては、ワンちゃんも扱ってる、ワンちゃん用品も扱ってるお店なので、結構キャリーバッグ種類がございます。で前回ご紹介庭マネージャーがしててご好評だったのはこの新商品ですね。はい、はい、はい、のキャリーになります。これがちっちゃい方のサイズですかね。そうですね、キャリーって言ったらこの紹介でいいのかな。どちらのキャリーがいいとかありました。ちょっと離れますね、うん、まあ、せっかくだったら僕これご紹介したいなと思うんですけど、うん、あの会議でこの商品開発するときに何度も何度も実は改良を重ねまして、でこれ倉敷ハンプって言われるちょっと珍しい生地なんですよ、うん、でなかなかそもそもペット用に流通することも少ないんですけど、
まずこの生地がとても丈夫です。そうですね、はい、でなかなか見るところじゃないんですけど、これ知ってた裏面ちゃんとそうここまで倉敷ハンプが入ってるんです。よくあるのはないですよね。側面はね、あの普通に底板というか単色だと思うんですけど、こういう形で、はい、裏面もしっかり入ってる状態、うん、で、あくまでフェレットちゃんをとか、まあ、ワンちゃんを、ね、使うので、はい、上部はこういう形でメッシュになってる状態で、はい、両方ともスライドができるような状態になっております。はい、であとは肩にかけるときに、まあ、こういう風にね普通にかける方もいますし、ここを止められると嬉しいという声もあったんですよ。で使う使わないはお客様によって変えていただければいいと思うんですけど、一応ここを掘ってパチッと止めてこういう状態で使える、うん、最近太った僕でも大丈夫です。笑うな笑っちゃった、はい、こんな感じ、はいはい、これでちっちゃいサイズですね、はい、それでもだいぶ入りそうな大きさですね。ヘレットちゃんでご利用いただくんであれば、まあ、2匹3匹はこれでもいけるのかなとは思います。であくまでワンちゃんでご利用される方もいますんで、さらに大きいサイズもご用意してます。でこちらも、はい、しっかりと、はい、で同じように僕が背負ってもこんな感じですね、はい、はい、でねこっちのちっちゃいサイズで A4 の用紙だとこんなもんしっかり全然入るかなと思います。で一回り大きいやつだと A3 が入るかな。そうですね、はい、A4 縦2枚は入るんで A3 ぐらい入るかなっていうような、だいぶ大容量な、はい、そうですね、はい、なのでこのなかなか倉敷ハンプでこういった用品っていうものもないので、はい、実はその会議やってる時に、まあ、僕ら店長陣が、はい、これ人間で欲しいねって言ってたぐらい、うん、あのいいものになります、はい、でこれがついに商品化として先日上がってきたような感じです、はい、詳しくは知らなかったでしょう。知らなかったです、はい、でもこれから涼しくなってくるので、うん、春先なのでこういう明るい色ってすごくいいですよね。そうですね、で基本的にこの色っていうのも、お願いして同様な大体同じ、うん、色の入り方で先方にお願いしてるんですけど、まあ、ちょっとその何ですかね、生地を取ったところによっては少し、うん、あのランダムで出てくる可能性も、はい、あるっていうふうには言ってました。ぜひ、はい、これ普通にさ、うん、僕らあれ商業施設だけどさ、はい、ララポでこれ持ってても、うん、何も違和感ないないで、うん、そのくらいなんだよペットペットってしてない感じなんで、うん、はい、使いやすいような、うん、感じです ね、すごく。そうですね、ニアさんこれプライベートで使いたいって、あーこの間言ってましたね。そうそうそう、うん、でも確かにそれでも違和感ないかな、うん、はい、こちらでも取り扱ってますんで、はい、よかったら、はい、お願いします。あ、はい、ちょこっとお出かけプチショルダーってやつありますかっていう、はい、ちょこっとお出かけプチショルダー、はい、こちらです、はい、はい、あります。で新色が、はい、出ました、マスタードっていう黄色がちょっと廃盤になりまして、こちらのお色が新色として出ました。ちょっとこれは俺短いな、いい、はい、こんな感じですね、はい、はい、ちょこっとお出かけプチショルダーです。で斜め掛けができるようになっております。でこちら上部もこういう感じで、すいませんちょっと不手際で開くようになっております、はいはい、で実は詳しくお話ししてなかったかと思うんですけど、この商品の開発秘話っていうのがララポートが実は、はい、絡んでまして、駐車場からキャリーを重たいキャリーを持ってお店まで来るのって結構大変じゃないっていうのがオープン当初、声がうちの会社内で上がりまして、はい、まあ、もちろんねキャリーで駐車場まで来ていただく形になると思うんですけど、キャリーからララポープとまでのこの5分、うん、10分こういうのに移して連れてくるとお客様の負担が少ないんじゃないっていうので開発された商品になってます。でやはりねこれを作るにあたって上開くんですけど、上からフェレットちゃんを出したりしまったりするとやっぱわちゃわちゃして難しいと思いましたんで、使う使わないはお客様次第なんですけど、こっち側にチャックが
あります。でこのチャック開けていただくと中につながっている状態になります。はい、はい、ですのでちょっとその上だとわちわち大変だなっていう方いたらフェレットちゃんをスッて入れてあげてここをキュッて締めてあげるとあの手短に、はい、フェレットちゃんをキャリーに移してあげることができるっていう、はい、そういうちょっと思いで作った商品になります。はい、このちょこっとショルダーだとやっぱ2匹ぐらいまでがギリギリですかね。うん、そうですね、2匹がマックスかなって感じですね。うん、大きさにもよるとは思うんですけど、うん、うん、はい、はい、こちらが、プチッとお出かけ、ちょこっとお出かけプチショルダーで、はい、新色のリーフグリーンが、はいはい、販売されました。今それと色今何でしたっけ。ブラックとよいしょブラックと、何色っていうんだっけ、スモークブラウン、の3つですかね。はい、ブラック、スモークブラウン、リーフグリーン、はいはい、こちらの3色はいございます。はい、金額6930円ですね。はい、はい、7000円弱になります。はい、もう1個の方の金額ってことだったんですけど、倉敷ハンプ、はい、倉敷ハンプはちょっとねやっぱりいいものなので少しお値段は、はい、通常のものより張るんですが、こちらが14850円、ちっちゃい方ですね。はい、はい、で大きい方が15950円、はい、そう1000円しか変わらないんですよ。うん、はい、はい、でもこれはね本当にいいものだと思うし、うん、なんですかね、僕も長くこの世界いますけど、あの生地の丈夫さがやっぱり他のものとは全然違うなっていう、ここ持ってみる、すごいしっかり硬いんだよね。うん、なのでやっぱ耐久性もしっかりしてるし、うんうん、僕はこれは高いと思わない、うん、これはもういいお買い物ですね。うんうん、そうですね、うん、やっぱね物によってはこれでこの金額かってあるかもしれないんですけど、はい、これはまあもしちょっとどうなんだろうと思うんだったら一回ご来店してあの手に取ってみて、はい、で実際にこう肩とかにかけていただければと思います。うんうん、納得の商品だと思いますね。はい、なんか見てる感じでもすごい丈夫そうだなっていうのが分かるんですけど、うん、触るとさらに丈夫だなっていうのはあるのでいいですね。いいと思います。中もガバッと開きますし、でちゃんと、はい、あのリップのキャリーにはこうクッション材も入ってますんで、はいはい、ヘッドシーツここに巻いていただいたりとできます。はい、で潰すときは上に上げていただければこうやってねコンパクトに、そうですね、ここまでちっちゃく薄くも使わないときはできますね。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいですよね。うん、はい、これはめちゃくちゃいい。お客様からのあのナイス質問でしたね。はい、キャリーバッグの、はい、ありがとうございます。こちらもご紹介できました。はい。はい。あ、もう早速大きい方買おうっていう風にお声を。ありがとうございます。ぜひぜひ、どうなんだろうって思うんであれば、もしね、店舗がお近くにあるんだったら、実際にお手に取っていただくのもありだとは思います。うん、で。実はあの前回のインスタライブからですね、あの YouTube に、はい、インスタライブアップさせていただいてるんですけど、実はあれ僕が、はい、あの YouTube にアップさせていただいております。で前回からちょっと概要欄をちゃんとやろうと思いまして、はい、前回のインスタライブから紹介した商品の通販で取り扱っているものに関してはリンクを概要欄につけるようにしましたんで、そこのリンクをしていただければあの通販サイトでその商品を買えるようにしましたんで、はい、もしねこれ見ていいなと思う方とか、あと詳しく商品より知りたいなっていう方いたら、あの YouTube に上がった後概要欄拝見していただければと思います、はい、お願いします、はいはい、いやこれはいい、これはいい、めちゃくちゃいい、うん、そうなんです。私荷物多いんで大きいのめちゃくちゃいいと思います。でもダメです、岡崎さんはあのフェレットの、はい、フェレットのフェレット柄のリュック、はい、僕もね実は内心これ欲しいなと思ったんですけど、あのご存知の通りバイクで来ちゃうんで、うん、バイクでこれはちょっと無理かなっていう、ね、そうですね、ちょっと危ないですもんね、そう、でもなんか日常使いしたいなって実はちょっと狙ってました。あ、そうなんですね、はい、でもニアさんもいいなって言ってたから被るの嫌だなと思って、あ、ちょっと、ね、じゃあ色違いとかどうですか。いやちょっとニアさんと色違いか、はい、みたいです。悪くない、はいはい、はい、すいません、ちょっとそういったご商品も、はいはい、ご紹介させていただきました。
他大丈夫かな、うん、うん、はい、もうそろ1時間になっちゃうんで、そうですね、このままだと締めの体制に入っちゃいますが、はい、どうでしょう皆様、一個だけこれ最後で、はい、すっぽり抜けないハーネスはありますかっていうことだったんですけど、うん、抜けづらいやつになるんですかね。抜けないというとやっぱり僕らも断言はできないんですけど、はい、抜けやすいハーネスっていうのは一般的にその首の部分と胴の部分でだいたいフェレットちゃんで止めるんですけど、どっちか一箇所しか調整がない、胴周りに合わせると必然的に首周りが決まっちゃうとかっていうものだと抜けやすいような形になります。はい、ですのであのフェレットワールドとして、まあ、これもその商品もさっきの紹介したリップ、はいはい、リップって実は僕らが作ってる商品なんです、はい、として作ったハーネスが、ちゃんと首と胴両方とも調整できるっていうものになります。はい、はい、で引きでもいいよ。一応まあざっくり言うと2種類ありまして、こちらのベストハーネスセット、まあ、ベストハーネス型っていうのがあの皆さんもご覧になったことあるかと思うんですけど、よくあるその首と胴の部分をこのベスト型としてつながってる状態でつけるハーネスですね。はい、でこれもちょっとごめんなさい、分かりづらいかと思うんですけど、首の部分と胴の部分をおのおの調整できるようになってます。ごめんね大丈夫か、はい、ダメなの、喋り続けるとね。そうですよね。でもう一種類あるこっちのベスト型じゃないタイプは、はい、こういうハーネス型、紐型なんですけど、これも首のところと胴のところがおのおの長さが調整できるように、ここだね、はい、調整できるようになってるので、そうするとその子に合った首のサイズとその子に合った胴のサイズ両方とも止めることができるので、イコール抜けづらいっていうような形になります。でさらに一応こちらも SML でベスト型もサイズがあります。でこの紐型のものに関しても ML でサイズがあります。はい、で実は M も L もどちらも対象のサイズっていうのは被るようにはなってますんで、ちょっとちっちゃめの子だったら M サイズでもいいかな、大きい子は L サイズでもいいかな、中間の子はどっちでもいけるかなっていうような感じですね。はい、で実際にこれは、ララポート店、ちょっと中野店港未来店の状況が分かんないんですけど、ララポート店としてはあのサンプルを店頭でご用意しているので、ちょっとフェレットちゃんもし連れてこれるっていう形だったら、あの実際にお店のやつを合わせていただいて、その問題なそんなサイズを購入していただければと思います。で遠方の方に関しては、基本首の部分と胴の部分のサイズが必要なので、メジャーみたいなもので、布メジャーみたいなものでお家のこのサイズ測っていただいて、で対象のこのサイズ M か L か S かっていうところを見ていただいてご購入に踏んでいただければよろしいかなと思います。はいはい、どこの系列店でもベーストのやつとはありますかね。はい、基本的に、はい、これはご用意してます。はい、はい、なんかまた欲しいなって方がいたら、うん、 その店舗にお電話していただいたりとか足を運んでいただければと、はい、そうですね、はい、基本的にあるとは思うんですけど、うん、ちょっとお色がですね、うん、あの何色かあるので、お色によってはもしかしたら欠品している可能性とかもなきにしもあらずなので、はい、もうご購入する目的で行くっていうんであればご連絡お電話して在庫状況聞いていただくのが間違いないかなと、はい、思います。はい、大丈夫ですか。はい、はい、ちょっといっぱい長くしてしまいました。はい、大丈夫です。はい、喉が。じゃあ最後は、はい、はい、締めさせて、締めでいきましょう。はい。はい、今日は3月の14ですね。そう。ホワイトデー。ホワイトデーです。お返ししました？あ、僕ですか？あ、そうですよ。あ、僕この方で前回もやりましたね、私。僕いただいた方は全部メモして、はい、僕は毎年ゴディバ行くんですよ。ああ。はい。ありますもんね。はい、もうご購入してお返しを始めました。やはりあの会社の方が、ね、はい、いただいております、はい、皆さんもしっかりお返ししてください。そうですね、男性の方はちゃんといただいたらお返ししてくださいね、はい、
って僕が言うことじゃないけどね。まあ、はい、はい、では3月の14日インスタライブララポート展、これで終わりたいと思います。皆さん長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。1時間後ぐらいに YouTube アップします、はい、お待ちください。はい、ありがとうございました。あ、次3月19日8時から、はい、はい、アニマルスロットでインスタライブやりますんでご覧ください、はい、各店舗店長マネージャーが集合する予定です。はい、はい、ではありがとうございました。はい。